今回はね、ここ最近紹介させてもらっているソフトバンクの新料金プラン、データ通信専用3ギガプラン、こちらがね、本当に紙プランなのか、サポートセンターに問い合わせして確認してきましたので、その辺に関してお話していこうかなと思います。どういうことかというと、よろしければね、前回の動画をまず見ていただきたいんですけれど、このね、データ通信専用3ギガプランに関しては、もともとね、5年間という謎割引が適用されて、3990円という、ま、あそんな料金プランになっていて、まあ、ここだけ見るとね、まあ、かなり微妙な料金プランだと思います。まあ、ルルカに関してもこれが発表された際に、まあ めっちゃ微妙な料金プランだなっていう感じで動画のを撮らせていただきました。そしてまあ実際にねサービスの方が開始されてこちらの料金プランを利用された方々が出てきたんだけどその方々の一部からこちらの料金プランに関してはなんとスマートログインに対応しているそんな情報が上がってきました。スマートログインどんなものかというとまあ例えばね Yahoo プレミアム会員月額508円なんですけどこちらの方が無料になったりとかあとは PayPay ペペとかに関してはソフトバンクユーザー限定でね通常のキャンペーンの還元率よりもプラスアルファの還元を受けることができるそんなキャンペーンが開催されたりしてるんだけどそういうのも受けること ができるお得なサービスがついてるそもともとね,、まあ、ね、5年間3ギガで990円だとかなりね、微妙な料金プランではあるんですけど、ここに月額5 0円のね、ヤフープレミアム会だったりとか、そのペイペイの還元率アップっていうのがついてくるのであれば、十分ね、お得なプラン、紙プランじゃないかっていうことで、そこでルルカも契約して、まあ、実際にね、いろいろと動画のようにさせてもらいました。そしてね、前回の動画では、このデータ通信専用3ギガプランが紙プランたるゆえになってくるスマートログイン、本当にね、利用することができるのか、実際に検証しました。この辺に関して でそもそもね、このデータ通信専用参加プランの公式ページには、スマートログイン使えますよっていう記載が一切されていません。はい。どこにも書いてないんですよ。だからこそ、ルルカに関しても、ただただね、データ専用の参加を使うことができるだけで990円。微妙すぎるだろっていうことで動画にさせてもらったんだけど、実際ね、まあ、ルルカの動画見てくれてる方も含めて、多くの方がね、スマートログインできるよって話が出てきていましたので、まあ、問題なくね、できるんだろうなと思って、処能したんですけれど、なんとエラー表示がされてしまって、ルルカスマートログイン利用することができませんでした。まさかの展開です。 こんな方がスマートログインできるって話だったので、問題なくね、ルルカに関しても iPad イヤホンのセルラーモデルに今回のこの指紋を挿して Wi-Fi を切った状態であればね、スマートログイン使うことができると思ってたんだけど、まさかのできないということで、元々紙プランって話をしていたんだけど、その紙プランっていうのはスマートログインが使えることが前提での紙プランになってくるので、大前提が崩れてしまう形になってしまいました。まあ、ただし実際問題スマートログイン使えてる方がいるので、使えるんだろうなと思ったんだけど、とりあえずルカは利用することができない。じゃあどうするかというところで、考えてみてもね、ラー表示以外が出てこないので、今回ね、 ソフトトバンンクのサポートセンターセタに問い合わせしましまたでこの問い合わせ方法なんですけど、ここ最近ね、お得だって出てきている新料金プラン。まあ、LINE もだったり、p o o だったり、AHA も。まあ、こちらに関してはね、チャットでのサポートしかないわけなんですけど、このデータ通信専用産業プランに関しては、お値段かなり安めにはなっているんですけど、あくまでソフトバンクの純正プランになっています。というところで、ソフトバンクの公式のサポートを受けることができるんですよね。しかも電話サポート。ということで、せっかくね、電話サポートを受けることができるっていうところで、電話サポートのうに問い合わせしました。ソフトバンクに関してはフリーダイヤルがあって、ま 無料まあ、いいですね。で、利用することができて、まあ、そのね、フリーダイヤルから、まあ、いろいろとポチポチ打っていくと、昼の時間帯にね、電話をかけたんですけれど、速攻でサポートセンターの方に繋がりました。結構ね、日曜日だし、昼だし、時間かかるかなと思っていたんだけど、あまりにも早く繋がってね、びっくりしたんですけれど、まあ、今回ね、こういう感じでデータ通信専用サインガプラインを契約して、iPad ホ4でこういう風に使って、こういう風にやったんですけれど、スマートログインしようと思った時に、エラー表示がされて使えないんですよっていう感じで説明のをさせてもらって。で、一番最初にね、確認したかったことがあったんですよね、サポートセンターに繋がったら、一番最初にね、こちら 教えててしいいんでですけどっていうところでそもそもそね自分が使っててているるデーータ通信専用3ギガプランにに関ししはスマートログに対応してるんですかそんな質問をさせてもらいました。まずそこが大前提として知りたかったので、そもそもがデータ通信専用3ギガプラン、このね、公式ページも記載されていなくて、ネット上だったりとかでは出ているわけなんですけれど、サポートセンターに問い合わせして、スマートログに対応していませんって言われてしまったら、それで終わりなんですよね。なので、一番最初にそこが知りたかったので、そちらの質問させてもらいました。そうしたところ、速攻でね、サポートセンター回答してくれたんだけど、少々お待ちください。ということで、 やっぱね、このデータ通信専用産業プラン、ね、まだ使ってる方も少ないですし、公式ページには記載されていないので、サポート側でもね、全然分かっていない方はいるんじゃないかなと思います。ということで、ま、そこでね、まあ、適当な回答されるよりいいですよね。少々お待ちくださいということで、少々お待ちしました。ま、あ本当にね、少々でした。数分間待ったんですけど、そしたら再度ね、電話の方が繋がって、質問内容にね、回答してくれました。このね、データ通信専用産業プランに関しては、スマートログイン、間違いなく対応しています。ということで、初めてね、公式サポートからの回答をいただくことができました。先ほども言った通り、ネット上ではね、使えるとは言っている ですけどそれが使えるっていう,うに記載がされているねページだったりがなかったので本当はどうなのと思ってる方も多かったと思うんですけれど今回初めてサポーセンターからしっかり対応しているっていう回答をいただくことができましたこれはかなりねでかいんじゃないかなと思うんですけれどじゃあなんでねルルカに関してスマートログイン使えなかったのかっていうところになってくると思うのでまあ再度ねもう1回こういう感じで使ったんですけどっていう説明させてもらいましたそうしたところねまた再度ね速攻で回答をいただきました少々お待ちくださいっていうところでしょうがないですよね先ほども言った通り多分こういう事例がほとんどないと思いますなのでまあどうするののがいい,のかっていう っいうのは即答できないので、まあ一応調べるということで調べていただいてまあ、今回に関してもね。また少々ということで結構短めでね。すぐに回答のしてくれました。そうしたところ、一つのね。提案を受けたんですよね。どんな提案かというと、スマートログインの加入設定、こちらに関してサポートセンター側でやることができるんですけど、やりましょうか？っていう。まあそんなね。提案を受けました。まあ、ルルカがね。設定しようとするとエラーが出てしまう。そして、別にルルカに関してはどうしてもね。自分で設定がしたいわけではない。ただただスマートログインが使いたいという。ところで、サポートセンター側がね。設定してくれんならそれでいいやっていう。ところで、まあ、昨日に関してはね。yahoo。 とととののののスマーーートトログインン設設定定ああはは加加入入っていうのがあっててててうが今回サポートセンター側とししその無料ででできる加入設定をしてくれたようです昨日ね、ルルカがやった際には両方ともエラーが出てしまってできなかったんですけれど、サポートセンター側がその加入設定っていうのをやってくれたところ、そこでね、設定の方が完了しました。というかまあね、実際見ることはできなかったんですけれど、設定の方が終わりました。まあただね、ここで切ってもいいんですけれど、本当にね、設定することができるのか、もうエラーが出ないのかわからなかったので、一応昨日やったね、ヤフー ID との連携、こちらのページね、電話が繋がった状態で行きました。はい、それがね、こちらのページになってるんだけど、 マイソフトバンクの中のスマートログインサービス別設定ってところになっていて、まあ、Yahoo Japan っていうのがね現状では未設定になっていて、まあ、設定するがあるんだけど昨日はねこちら設定するを押してもエラーになってしまったんですけれど設定する今回ね再度押したところはいこんな感じでスマートログイン設定のページに飛ぶことができました昨日はねこのページにすら飛ぶことができなかったんですよねなんですけれどサポートセンター側が加入設定っていうのをやってくれたことによってスマートログイン設定に飛ぶことができましたここから先はね、まあ、自分でできるなということでサポートセンターとの電話、まあ、最後に一つだけ質問して終わりました まあどんな質問かというと、まあ、今回、ルルカンに関しては、エラーっていうのが出てしまって、設定することができませんでした。で、これに関して何が原因なんでしょうかねっていう感じで質問をさせてもらいました。向こう側としてもね、確実にこれが原因っていうのは分かんなかったと思うんですけれど、回答いただいた内容っていうのが、一時的なエラーだったんじゃないでしょうかっていう回答をいただきました。ま、あね、ルルカのところにエラー表示が出ていたので、まあ、間違いなく一時的なね、何らかのエラーではあると思うんですけど、まあ、実際問題、サポートセンター側からは設定することができて、まあ、これに進むことができるようになったということで、まあ、どうなんでしょうかね。サポートセンターに連絡しな も何日か待っていればね、もしかしたら一時的なエラーということで解決したのかもしれないんですけれど、個人的にはそれでは解決しなかったんじゃないかなっていう感じがします。エラーが解消されて、スマートログイン設定に行くことができたので、まあ、そこでね、まあ、ありがとうございますということでサポート終了させてもらって、こっから先はね、一人で設定のを進みました。暗証番号を入力して、じゃあね、次へに飛びました。 で、このね、次へに飛ぶと、ヤフーのね、ログインページに飛びます。この点に関して、もともとね、ルルがヤフープレミアム会員入ってるんだけど、もともと入ってる方がスマートログイン使おうとしても、設定できないよって言ってる方もいたんですけれど、まあ、普通にね、ここのページから飛んで、自分のヤフー ID でログインしたところ、スマートログイン設定済ませることができました。なのでね、現状でヤフープレミアム会員単体で入ってる方に関しては、こちらを利用することによって、まあ、990円のプランで、508円のね、月額費を浮かせることができます。まあ、ただしね、この設定する際にもルルカ持っていまして、はい、 でね、ねログインしたところ処理中のたためししばらくくお待ちくだささいいっていう表記がされましたでここはね、ぐるぐる回っていたわけなんだけど、まあ、注目がね、左上の13時30分というところなんだけど、このちょっと前からね、処理中のためしばらくお待ちくださいって表記がされて、6分経っても処理中のためしばらくお待ちくださいが変わりませんでした。というか、これ、くるくる回ってんだよ、ずっと。くるくる回ってんだけど、6分待っても無理だったら、もう何分待っても無理だなと思って、こちらのページ切って、マイソフトバンクの方に戻りました。また設定するしかないなと思って。そうしたところ、処理中の状態でね、切ったわけなんですけれど、まさかの設定 になりましたそして、設定している ID っていうのが確認することができるようになったんですけど、問題なくね、元々もとリルカが使っていた Yahoo ID、こちらとね、連携することができました。ということで、ちょいちょいエラーだったりとかね、まあ先ほどのよくわかんないね、少々お待ちくださいみたいなのが出たわけなんですけれど、結果的にね、データ通信専用産業プップでスマートログイン利用することができました。よかったです。前回の動画でスマートログイン使えなかった時には、どうしたらいいかなと思っていたんですけれど、大抵の方に関してはね、マイソフトバンクに行って、普通に連携すればね、行けたりするみたいです。ということで、今回、データ通信専用3ギ ギガプランに関してはしっかりと初のね。公式でのスマートログに対応してるっていう回答もいただきましたので、これから契約したいなと思っている方に関しては自信を持ってね。スマートログイン使えるという状態で契約していいんじゃないかなと思います。また今回ね。ルルカが利用したようにソフトバンク純正のプランになっていますので、何かわかんない時にはソフトバンクの電話サポートを受けることができます。もちろんフリーダイヤルになっているんで、電話代金もかからない状態で、このね割と安めの料金プランでもそういうサポートを受けることができる。今回ね。電話サポートを受けたわけなんですけど、多分その電話サポートで解決しなかった場合に関しては。 はソフトバンクショップに行ってね、対応してもらうことも可能じゃないかなと思います。まあ、実際行ってないんでわかんないんですけどね、とは思うので、まあ、その辺も含めてね、なんか困った時に関しては、キャリアならではのね、なんだかんだ言ってサポートを受けることができますので、そ何に関してもね、プラスアルファの利点じゃないかなと思います。まあ、ソフトバンクに関しては評判が悪いので、ソフトバンクのサポートなんて受けても仕方ないっていうね、思う方もいるかもしれませんが、サポートに電話かけた際に関しては、まあ、少々お待ちくださいみたいな感じで、本当の即答ではなかったわけなんですけど、最終的にはね、ちゃんとエラーを解決することができたので、十分ね、ルルカ的には満足のサポート。 けることができましたということでやはりねデータ通信専用産業プランに関しては紙プランと言って過言ではないんじゃないかなと思います今後もね色々とこちらの料金プランに関しては検証できる点があるかなと思っていますのでその辺も含めてまあ、色々と毎日更新で動画の上げていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました